ラバーは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、テイラース・ウィーフとの7枚目のスタジオアルバム。2019年8月23日にリリースされ、初週86万7000枚を、売上 US ビルボード200で主を獲得した。世界では、初週で300万枚を超えるセールスを記録し、アメリカ本国以外では、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、カナダ、エストニア、ギリシャ、 アイルランド、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガルを含む国々でナンバーワンを記録した。2019年のビルボード年間アルバムチャートにて年間4位を獲得し、これまでリリースした7枚のアルバムすべてが年間トップ、10位入りを達成した。本作の音楽性として、カントリー、ドリームポップ、バブルガムポップ、ファンク、ポップパンク、R&B、インディーポップ、 ポップロック、エレクトロポップ、シンセポップを取り入れている。スウィフトは本作品のコンセプトを自分自身を愛するラブレターと表現している。愛する気持ちの浮き沈みを称賛し、前作の暗いサウンドから離れたより明るいトーンを取り入れたとしている。また、アルバムのカバーアートとミュージックビデオは、 主にパステルカラーの色合いで構成されており、夏の外観をイメージしているとしている。本作の特徴としては、ディクシーチックス・パニック・アット・ザ・ディスコのブレンドン・ユーリーとのコラボレーションが挙げられる。シングル、ME You Need to Calm Down タイトルトラックのラバーの3作が、USB リボードホット100でトップ10ヒットとなった。 1> 約1年半振りの新曲 ME のミュージックビデオは YouTube 公開24時間で6520万再生を記録、ソロアーティスト及び女性アーティストとして史上最高記録を更新した。アルバムとそのシングルは1989とレピュテーションに続き第62回グラミー賞でベストポップボーカルアルバムの3年連続のノミネートを含め 三つの賞にノミネートされた。ジャック・アントノフはアルバムの大半を共同制作。ありがとうございます。